待ってますね。はい。のちシーカーさん。はい。はい。はい。シーカーさん、シーカーさん、28歳勝ったんだって。おぉ。元気でした。よかった。はい、よかったな。三重県18歳。はい、じゃあ、新兄弟、先ほど言いました、ギャラクシアエクスプロージョンとカルビーやりましょう。ギャラクシアエクスプロージョンとカルビー。はい、じゃあ、ワビツビー分かれてば、ジャケンしてますんで。してない？はい、じゃあ、いいよ。カルビーとギャラクシアエクスプロージョン。はい、じゃあ、ジャンケンをお待ちください。はい。カルビー、カルビーいますか？カルビー、カルビー。はい。はい、じゃあ、ジャンケンを押してください。はい。欲しいよ。あんまり気にしない。はいはいはい。はい。はい。いいよいいよ。正体はまずはこれが衝撃覇者の貫禄。エスケがまず一勝。はい、反対側があっちから来たんで、はい、じゃあジャンケンを押してください。はい、でワンピッツビーを決めて、C 兄弟で分かれた状態で待っててください。はい、じゃあ、じゃんけんして、ワンピース B 分かれ、分かれて、C 兄弟でワンピース B 分かれて待っていてください。C 兄弟が来ましたら、次すぐ試合をしますので、C 兄弟で分かれた状態で待っていてください。次、B 兄弟、島本昇龍のパラクシンアオコスプロション、島本昇龍のパラクシンアオコスプロション、はい。じゃあ、B で次試合するんで、これは、島本昇龍、パラクシンアオコスプロション。パラトルやつで、はい、パラトルアンプスプロージョン、はい、B で試合するって、じゃあ、ジャンケンだけをしてパーティー。はい、じゃあ、ここになります。パラトルアンプスプロージョン。パラトルやパラクシアンって言ってます。はい、じゃあ、パラキンキャッチャー。はい、じゃあ、ジャンケンをして、ワンピース B で決めてください。パラトルアンプスプロージョン。パラトルアンプスプロージョン。で、ワンピース B だけ。はい、B 兄弟で次試合するんで、 B 兄弟でワンピース B 分かれた状態で回っておいてください。勝ったのどっち？ C 兄弟。 C 兄弟勝ったのどっち？ C 兄弟勝ったのどっち？ 勝ったのどっち？
ギャラクシアエクスプロージョンとカルビーは勝ったのどっち？はいはいはい、さあ、競争はサイコールファスの三立て。で、新兄弟勝ったのどっち？ギャラクシアエクスプロージョンとカルビーは勝ったのどっち？ギャラクシアエクスプロージョン、はい。さあ、中継出て振るわけ、大活躍やけん。さあ、バイソン回転。さあ、立ち上がり。で、負け。まずはジェイドが一本。さあ、関西が誇る食べる言うやさあ、まずは言うやが軽快に体力を持っていく。さあ、まず言うやはスパンさあ、一気に持っていくか、トークも50円、こっからまた、まくっていくのは、50円、そして、回って、もう1回、もう1回、
まだ怖かいって。さあ、いいよ、こっから。これ投げて。さあ、ここまで君の痛みを持っていけない。さあ、バーホールドのダウンがすぐ。さあ、これで、1-1。さあ、2段目をうまく噛み合った50円。さあ、3本目。さあ、ファーストバッシュ。これは大事。さあ、まずはホールドから。もう1回。さあ、じわりに近い。ホールドが掴んでいく。ウィザーおっと。さあ、後ろに倒して、素晴らしい。そして、キーア。そして、さあ、ユーヤをまた捕まえたい。さあ、捕まえた。DX で掴んで、落ちてはめくりから。さあ、パワーボムが入る。さあ、で、さあ、これで52かけ。さあ、中堅対決、スーパーウリア町対キューナ戦。本命。さあ、まずは球を巻いていく。キューナ戦、さあ、なんとかこのキャラクターを寄せたくない。このキャラに掴まれるといくら下がっておくとはいえ厳しい。さあ、ザンギエフは寄って荒らして一気に攻めていきたい。さあ、次と画面端に追い込んでくるが、体力がなくなってくる。しかし、これは踏み込んでからウルトラまで来ました。どこまで？さあ、若干下がっているのは、あと、あいち、飛んだところに、落ち着いてハイキックを振る。さあ、一本選手は切りません。さあ、二本目。今度と同じような展開から。おっと、さあ、タイガー抜けて、エクイア、表、大事入って。さあ、イエスで抜ける。オッケーな。しかから、おかしい。さあ、そこで、アンパクアセビキャン。きっちりと最後まで入れて、さあ、キーの体力リード。しかし、まだ分からない展開。また抜ける。さあ、ワンジャックのが、めくりが入って、残る。頭から、カーボン。さあ、一本取り出した、スーパーオリエンション。3ラウンド目も同じような展開から、さあ、まずはコパンからバリで踏み込んでいくジャンギー。さあ、サマスはバックジャムで自分の前をまず保つ。さあ、オープンスペースを探して、車を探すこと。あと、さあ、とにかく胸元に入れ込みたいザンギエ。回避して、DX が通って、OK。さあ、チラシから、次は、コパン、DX。さあ、体力が5分、前。そして、足がヒット。さあ、ウリア町に立て。
さあ決勝戦となります。テンポ予選の決勝戦、赤切符をかけた最終戦。まずはワンピー川、夏休みが何かミキシーかなんかで圧戦を受けたんでしょうか、ちょっとわかりませんが、この寄せ集めチーム、奈良、京都、そして静岡の寄せ集めチームだが、かなりレシオの高い先方は最高ルームス。そして対するスーピーが、さあこれはもう名古屋の名プレイヤー3人、鉄道の DP 牧場、先方はマイルドコーパーのゴーキー。さあまずはゴーキー対ルーパスの先方戦。さあこれはルーパスを当てられたワン、当てれたワンピーが夏休みがちょっと美味しい形か。さあしかしここまではゴムの展開。何て言うおすすめは何て言うガードして恐竜で終わり込む。さあフガッガード、さあこれでオープンスペースに出て、さあ最後ゴーキー処理で割り込む灼熱まで。さあまず前部のココアが2勝2度目。さあから処理、それで通して、さあ上からの攻めはなんとか抑えなければいけない動き。さあ最後の動きだがルーパスならというか動き相手はまだまだ当たれない。さあ何か入って、さあ画面端、これはシンとしてオペラシンフォニー、これでまた体力を逆転するでしょう、逆転。さあそして受け目は抜けて中足幅残す、上から、そして足までヒット。まずはマイルドココアが一勝。さあどちらを当てがう、どうき、さあ中堅先行戦、中堅出てくるはブルーアベル。さあブルータイムアベルコーカー、まずはトレード入って、あとキラムがシグが入って、さあこれはどこまで行く。さあ体力はまず逆転、さあこれは大きく減る昇竜。さあ攻めていくマルドコーパー、あと残空にホイールを合わせる。さあまずブルーが1本、2本目、前が入る。さあ足をガードして、さあ竜巻が使って、お尻が入る、前が投げまで。さあマルドは痛まるで昇竜灼熱。さあ体力が追いついてくる。さあ今度は刻んで、あと落ち着いて下パンを振ったのはアベル。さあこれで1勝1敗の五分。さあそして、さあ中堅対決、さあ行きましょう、中堅中堅戦、出てくるはブルーアベルとスーパーウルエッジョ。先ほどの準決勝で見事な活躍を見せた2人。
事な中継戦トルネード入って、さあコバからバリバリきっちり、そしてボディープレスがヒット。さあまずはスーパーウリアッチョー一本 EX トルネードから、さあトルネード通って EX バリバリ、さあコンビネーションワンコン入って、ナイス。さあここまではブルーの選手、おっと前に乗るか、ウリアチョの反応が速い、あとそして落ち着いたウラリ、そしてもう一回パワーボム、さあこれで中堅対決制したのはウリアチョ。さあそして対決、中堅大将対決、マー君が大将、ウリアチョが中堅。さあ先ほどキングナスマサマットを倒してきているウリアチョ、さあ一気に決めるか、それともキャラさをきっちりと押し付けるマー君が、さあ大将対決サマット同士が持ち込むか。さあ1ラウンド目まずはウリアチョのペースから、そして使ったところにこうコパンバニー、さあこの差し込みバニのこの反応精度、これがウリアチョの売り、さあタイプアッパーか、ここはスクルーが置いてある、こちらアッパーで切って2位まで、さあ2ラウンド目は飛ばして落として、さあマー君のペースで進んでいく、イエスバニーで押し込んでいく、おっとこけて、さあワンチャンくんぞ、これはドロゴンズバニシングつながらず、さあしかしまだウリアジは1本取られただけ、3本目、さあマー君このチャンスをきっちりとワンしたい、さあ大将戦まで持っていくか、トビが通って、さあ下ところにコパンバニー、レースからドラマで、さあ画面端押し込んで、ああウリアチョはちょっとずつ前に出ていく、ハイルグリードマー君、さあバニはこけず、さあマー君が耐えてくる、おっと最後ハイキックに引っかかる、さあウリアチョを倒して最後大将対決、さあ大将戦はグラマスサバット対決、マー君対千葉、さあ決勝戦の大将対決、さあ白の白パンがマー君、そして青パンが千葉サバット、さあまず飛びが通るのはマークナガ、しかし、ね、飛びが通ってめぐるは投げで回避、
かけて。あーっとー、抜けて。タイムリーだ。あーっと、最後の最後で千葉はまくる。一本選手、二本目。さあ2本目、まずはマークからアボカリ危険。飛びが通る。そして綺麗に最後まで。さあマー君も取り返してダブルリーチ、最終ラウンド。投げて、さあ2位にアポが合わせる。それが通って態度50でくる。あーっとアポか、あーっと対決のパス。さあ画面足を追うことのマー君、体力リードします。はい、入って、あーっと対決できず。そしてここにマー君のコンボが決まって逆転で勝ったのはマー君。夏休みチームがまず赤切符獲得、おめでとうございます。アクション。あ、泣いても笑っても青切符まで最後の試合行きましょう。皆さん拍手で見てください。ありがとうございます。さあ行きましょう。先方出てくるのはコージザンギ、そしてカズンロフェ。さあコージ、青切符まで8度目の挑戦。さあブレイブルーとストホーレ、あと最後の一試合、現在の青切符を取ることができるのか。さあ1ラウンド目、軽快に一本選手、対する 2P 側はカズンルーファス。さあこちらもギルティとスト4の2本柱。さあまずは刻んで、さあここまで攻守のペースが続け。さあこれはキャラ的には厳しい状況関連。さあここで負ける。さあ我慢して、しかし最後はスクリューで締める。さあまずコージが念願の青切符まで。さあ先方中堅戦、さあデカキャラ使いの星として輝き続ける浩二、しかし昨日東京で涙を飲んだ浩二君が、さあ今日はその悔しさを晴らすことができるのか。しかし立ちはだかるは先ほど準決勝大活躍のダスバイパー。先方中堅戦、さあまずは前を取って、さすが体力リード。さあそして追っていく、あー飛びが通ってバリゲン、そしてさあ UAB がヒット。これはどこで残す、正面、そしてギリギリの前からのスクリュー。さあコージがまずヒット、2本目。さあ、飛びが通って、さあ、バイバック新展開。次は少年か。さあここでバイパーを撃破。さあ四季豪気、お猫型膨張対決。さあまずはここはきっちりと押さえて次につなげたいシャンソン人形、先方大将戦。
さあ、当時は東方で5度目、トータル8度目の挑戦を、さあ、自分の手で締めることができるのか、それともシャンソン人形がここから力強い逆三角を見せてくれるのか。さあ、まずはシャンソン人形のペース。はい、どうでしょう、アリエン。さあ、これはやはり厳しい展開。さあ、前に寄る、後ろに下がる。さあ、似たようなやり取りが続く。最後は EX 竜巻。さあ、これはきつい展開。一本取ったのはシャンソン人形。さあ、空陣にダブル合わせて、そして足裏をしっかり読んでいる。落ち目は、さあ、バッチリ回避。両足、バニが繋がって、落ち目は、昇竜灼熱。バッチラス回避。さあ、体力が落ちてくるシャンソン人形。そして、ここから空陣に入るか。さあ、この体力差なら無理をする必要ない。シャンソン人形、少しずつ削っていく。あと、さあ、体力がこれで若干逆転か。さあ、小足一発から、これは柱を呼んで、さあ、工事がリーチをかける。3本目。さあ、まずはシャンソン人形からダンク、そしてキャッチ投げが通って空陣投げて、落ち着いて昇竜灼熱、上下つまきまでキャッチ投げが通って、そして、さあ、ここはシャンソン人形がきっちりと一生抜き返して大将の役目を果たす。さあ、残り、さあ、中堅大将対決。じゃあ、シャンソン人形がここで大将森安を引きずり出すことができるのか、それとも真横がここできっちりと終わらせることができるのか、行きましょう。さあ、まずはシャンソン人形から裏の手、さあ、前に押していく、投げて、おっと、さあ、大パンで返す、大パン、さあ、刻んで、さあ、ゴーキは前に寄っていくか。さあ、お互い攻めながらも硬い立ち回り、前に寄せ、さあ、刻んでいく。さあ、体力フリーダー前から投げ取る。さあ、後ろにはすかしげな威力さつまげまで、そしてめぐって、これはさあ、アパカガードして、さあ、まずシャンソン人形一本選手、2本目。さっきは耐えて、さあ、シャンソン人形、あとでペースを逃げる、そこは抜けてね、さあ、大臣、裏回って、投げ、さあ、シャンソン人形、こらえる、さあ、逆に立て。そして大将は豪気豪キャラ。さあ、エリア決勝、泣いても笑っても最後の試合、行きましょう。ワンピーガーが
なんとかチーム、ノリアス豪邸。そしてシューピーが負けたら牛丸丸家。夢見るシャンソン人形。さあ、エリア決勝は豪機動キャラが最終対決。さあ、やはりこの幻想が豪機とサバット。さあ、この2キャラの激しい削り合い。さあ、なんか飛んだシャンソン人形。さあ、黒の豪機はノリアス。そして紫の豪機はシャンソン人形。投げ。抜けて。さあ、勝利まで倒す。そうですね。これは大将通って、セットプレーは反対対して、大王波動。さあ、ノリアスが、ノリアスがついにリーチをかける一本選手。勝利が通って、抜ける。さあ、ここから勝利。よっしゃ、ガードして。さあ、ノリアスが体力をリードしている。さあ、差が広がってきた。シャンソン人形どうする。上から、これは瞬間ゴール。さあ、これで体力が一気に追いつく。さあ、どっちがリードだ、どっちだ。さあ、かわしていく。さあ、波動フィットして。さあ、削っていく。前に出る。さあ、勝利、強気の勝利。さあ、シャンソン人形もリーチをかける。さあ、泣いてもらっと最後のノッ。さあ、逆算立てか、5度目の正直か。さあ、最後はまず盛り上がるよ。長藤家大事。よっしゃ、あるし。さあ、そして一歩前に離す。さあ、どうなる。前に寄ってくるシャンソン人形。これは、そして瞬国に瞬国を当てて、これは決まったか。決まった。ついに取ったのよ。最後は青木一般、なんとかチーム、おめでとうございます。拍手。